はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、カムカムエブリバディ、5つのキーワードで3世代がつながっている物語だということで、それのパート2をやっていきたいと思います。前回はあんこがキーワードだったんですけれども、今回はジャズ編ということで、ジャズをキーワードにどのようにしてつながっているのか、その辺のところを解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、前にも説明しましたが、このドラマ3世代ヒロインのドラマが描かれていますが、ある共通するキーワードで3世代がつながっていることに気づかされるドラマにもなっています。アンコ、ラジオ英語、ジャズ、野球、時代劇と、今回はですね、この類編で多く描かれたジャズについてどのようにつながっているのか紹介していきたいと思います。はい、それではジャズというキーワードでどのようにつながっているのでしょうか。まず安子の時代ですが、ミノルと安子がデートでよく立ち寄ったのがミノルの行きつけのジャズ喫茶、定一が店主のディッパーマウスブルースでしたね。ミノルが戦死してしまい、娘に残したのは、唯一名前だったということで、その名前がルイだったわけです。安子との思い出の曲だったオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートを歌唱していたジャズの巨匠、ルイ・アームストロングのルイを取ったということで、どこの国の音楽でも自由に聴けるなど、世界平和を願うミノルの思いも、詰まった名前になっているということですね。そんな中、安子と稔の子供ルイは成長し、高校を卒業します。そして岡山の木島家を出て一人大阪に渡ります。そんな中、ルイがたまたま入った喫茶店がナイト&デイというジャズ喫茶、そこでトランペッターとして働くジョーと知り合い、恋に落ちる2人が描かれていきます。どうやらジョーも岡山出身だったようですね。幼少期のジョーは戦災孤児だったため、非常に苦しい状況だったんですけれども、ディッパーマウスブルースの店主定一に助けられて戸籍を作ってくれたり、ジャズ喫茶への出入りを許可してくれたり、ジョーに日向の道を見つける道筋をつけたのは定一だったということで、ルイもこの喫茶店には安子と連れられて何回か行ってましたね。はい、そんなジョーなんですけれども、メジャーデビュー目前でトランペットが吹けなくなります。トミーやベリーなど良き仲間に支えられ、ジョーとルイは結婚して心機一転京都へ渡ることになります。ルイは娘を出産し、ルイとジョーはほぼ同時に2人にとって特別な曲オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートから日向と名付けたことになります。そしてこの後の話の中でジョーのジャズに関わるエピソードも日向編でも描写される予定になっていますので、その辺も楽しみですね。はいはい、今回のキーワードはジャズでした。ミノルの行きつけで安子とデートでよく立ち寄った定一のジャズ喫茶。ミノルは安子に娘の名前をルイと託し、戦死してしまいます。ルイという名前は2人がよく、その定一のジャズ喫茶で聴いていた、思い出の曲オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートの歌唱で有名だったルイ・アームストロングの名に由来したものだったということです。そしてルイは高校卒業後、岡山を出て大阪へ渡ることになります。そしてたまたま入ったナイト&デイでジャズトランペッターのジョーと知り合い、恋に落ちます。ジョーも実は岡山出身で戦災孤児でありましたが、定一の支援のおかげでジャズトランペッターの道が開けます。二人は結婚し、娘に二人にとって特別な曲、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートに由来した日向と命名することになります。
残りのキーワードですね、ラジオ英語、時代劇、野球についても紹介していけたらなと思っています。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。